間かけて人がセックスをする理由を研究した研究者が出した結論とは。そしてキース・リチャーズの意外な発表で彼の周辺がざわついています。詳しくはこの後のニュースオブザトップで私、須山るみと立花舞香がご紹介いたします。皆さん、秋分の日がどういう日かご存知ですか？きっと昼と夜の長さが同じ日だと答える人が多いのではないでしょうか。でも実はそれは正しくありません。詳しくは私、立花舞香が本日の祝日の由来でご紹介します。皆さんこんにちは、立花舞香です。なんと私は今日韓国でも大人気だった DVD 呪文の DVD 発売記念記者会見の方にやってまいりました。私は呪文の大ファンなのですっごく楽しみです。今回のオーディションは私鈴木桃子が、ネイキッドニュース日本支局初フルヌードでオーディションに挑戦します。皆様どうか期待してみてくださいね。